マーティン・パターソン・パット・ヒングルはアメリカ合衆国の俳優。フロリダ州マイアミで音楽家で教師の母親と建築家の父の間に生まれる。1941年12月にアメリカ海軍に入隊、テキサス大学を中退する。第二次世界大戦中は駆逐艦に乗っていた。戦争の後大学に戻り学位を取る。1989年の バットマンに始まる4本のシリーズで、ゴードン総監を演じたのが有名。権威的存在を演ずることが多い。西部劇後期の常連だった。1966年には、ニューヨークの自宅のあるアパートのエレベーター事故で54フィートを落下、2週間の集中治療室入りと左の小指を失う重傷を負い、復帰に1年かかった。ミュージカル、 1776が1996年に再演された際、ベンジャミン・フランクリンを演じる。ジョン・アダムスは、ブレント・スパイナーが演じた。2002年には、ABC テレビのドラマ、ザ・コートにレギュラー出演した。2006年のコメディ映画、タリ・デーガ・ナイツ、ザ・バラード・オブ・リッキー・ボビーにも出演。骨髄異形成症候群を患っており、2009年1月3日、 ノースカロライナ州の自宅で息を引き取った。ありがとうございます。